はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットしてございます。5時をちょいと回りました。5月は9日の木曜日ですね。なんかね、もう最近あっちこっち悪くなってくるんですね。あれ、なんてちょっと今ずれましたね。こんな感じかな。こうちょっとこのあれ、こうコードが絡まってですね、ちょっとずれたりするんですね。はい、小さなところでやってますから。今パターンと U ターンはですね、温度計がですね倒れた音でございます。21度ぐらいかな。千代田区なんと13度、寒いやんという感じですね。大丈夫かなこれ。はい千代田区13度でございますね。だから帰り寒いんかな。でも日が照っててそんな13度っていう感じには見えないんですけどね。行きましょうか。ドル本もまだですね、動いてまして、1371と今 71.13 と、なんか今日はですねかなり押されてますね。始まりが1367ぐらいですか。ちょっと押されてますね。はい、香港がもう終わった頃ですね。香港は今日はプラス224と、なんか最近調子いいですね。18,538 というところで、ですね、今日は終わりましたね。ドル円は 155.56 と、今日はあんまり動きないですね。ちょい安かなっていう感じですね。原油高いままですね、 79.62 と。これはまあ夜の部が、日本でいうところの夜の部が本番ですからね。行きましょう。ロイターにですね、昨日の午後5時ですね、40分に出ました記事ですね。ドイツですね、ドイツ商業用不動産、価格第一四半期は前年比マイナス 9.6%、 そこ見えると。これね、統計データでね 9.6% 下がったというのはね、あの物によってはね2割3割で下がってるんですよ。下手したら4割下がってる物件もあるぐらいなんですね、この不動産のデータって。弱い物件はガーンと下がります。で逆に言うとですね、全然変わらへんでとか、うちの 2% 3% 下がったかなという物件もあるということなんですね。で全体的にならすと 9.6 ということなんです。かなり安くなってます。前年比ですから1年間でそれくらい下がってるということですね。あのドイツもですね、このウクライナ始まってからですね、不況色が強くなってきました。ドイツの不況は何かと言いますとですね、一番はエネルギー高ですね。従来ロシアから安いガスを買ってですね、それでですね発電をしたりしていたんですけども、エネルギー費が多分ですね5倍ぐらいになってるんですね。アメリカから買ったりしますね、 LNG をですね。でそれでこう発電したりしてるんですけどもですね、電気代が2倍3倍になったと言われてまして、ドイツの家庭ヒーヒー言ってます。あの家庭だけではなくってですね、工場や事業所でも電気使いますよね。そうするとですね、経費がかさむわけでですね、コストアップでして、それがですね製品のですねコストにつながったりしてですね、大変なわけです。で、要は物がですね売れなくなっていると。でおまけにですね、一番経済的に強く結びついていたドイツは中国がですね、今ですね経済があんな状態でしょう。なんで、なんかいいことはほとんどないわけなんですね。なので恐ろしい物価高でもありましてですね、そうするとやっぱり景気がよろしくないと。ほぼマイナス成長をやったんちゃうんかなと、思いました。ちょっと読みますね。独ファンドブリーフ銀行協会が8日発表した同国の第1四半期の商業用不動産価格は前年同期比 9.6% 下落した。過去数十年で最悪の不動産危機に見舞われていると。実はヨーロッパですね、どうでしょう、リーマンショックの後2010年頃から不動産価格は上がり続けてるんです。上がり続けてるんです。で、ついこの間までですね、2年ぐらい前までかな、ほぼ上がり続けてきました。ものによって2倍3倍になってます。
まあまあ、日本の、ね、東京のです、ね、都心やです、ね、一部湾岸エリアなんかに近い状態なんですけども、それくらいのペースで上がってきたんですけども、ヨーロッパの場合、私が見ている限りです、ね、その首都の都心の一部ではなくて全体的に上がってきました。だから田舎の物件も結構上がってるんですよ。日本はですね、中堅都市、中核都市みたいなところの中心部は上がってますよね。で、ちょっと便利な場所、周辺部もちらーっと上がってますよね。まあ、言うて2割か3割がせいでですけども。田舎に行きますと上がってませんね。でも、割合、まあ、ヨーロッパもそんな傾向強いんですけど、もうですね、田舎に行ってもそこそこ上がってるなという感じはしましたけどね、私は。一部しか見てませんけども。はい。それがですね、下落に転じたと。やっぱりウクライナ戦争は大きいですよ。ロシアからエネルギーが入ってこないって大きいんですよ。それでですね、ロシアに対する経済制裁もしますし、やっぱりね、こう、制裁する方もですね、やっぱし、影響はあるわけでして。まあ、それが影響かと思いますけどね。2023年、通年では 10.2%。23年第4四半期は過去最大の 12.1% 下落だったと。まあ、これは明らかに下がってますね。VDP ですね、ファンドリー銀行協会は今後さらに価格は下落するとの予想が裏付けられたと指摘。チーフエグゼクティブのイエンス・トルクミット氏は、商業用不動産価格は底打ちの兆しが見えないと述べた。なんて言いますか、住宅はね、ある程度堅調なんちゃうかなと思います。というのは、ヨーロッパでもですね、なんていうか、リモートワークが割合盛んでして、やってる人はやってるわけですね、リモートワークを。ということはですね、商業用不動産、つまりオフィスビルなんかへの床面積の需要は、多分コロナ前と後ではかなり減ったんちゃうかなと。それも下落の大きな要因の一つかと思います。で、今アメリカもですね、商業用不動産の下落が激しいんです。でもアメリカはですね、住宅の価格まで下がっていない。なぜか、リモートワークがですね、行われているんでですね、住宅へのニーズは高いわけですね。さて、日本はほら、でやねんっていう話ですね。日本は何にも下がってません。下がっている、日本のね、不動産の中で下がっているのはですね、郊外のですね、新築戸建て住宅は下がっていますし、多分中古の戸建て住宅も下がってるんちゃうかな。中古って取引が少ないんでね、あんまりこう、信頼できるデータがないんだ、まああるんですけどですね、あんまりその顕著には見られないんですね。で、戸建てってね、その一概に全体的にこの新築なら値上がったとか下がったとか言いやすいんですけど、戸建てってね、その築20年で土地だけの評価になったりするでしょ。だから個別物件の評価難しいんで、中古の戸建ての統計っていうのは、まあ私もあんまり信用できないんですよね。地域要因や季節要因っていうか、その時期的な特別要因があったりするわけですね。まあまあ、新築は下がっています。で、あと下がっているのはですね、オフィス賃料がこのコロナ以降だら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 と下がってきたんですけども、ちょっと下げ止まってるかなという感じがあります。だらーっと下がってきました。で、今後日本はどうなんねっていう話ですけど、今の状態である限りはそんなに変わりはないと思うんですよ。景気がじわっとですね、悪くなりかけてるかなという気がします。じわっとね、でもこんな状態でいく限りは下がりません。ただですね、今後下がるきっかけはいろいろあると思いますよ。世界的な金融危機が起こりそうな気配が濃厚ですし、その次にですね、上田のおっさんもいよいよ観念してですね、ちょっと金利上げようかなという雰囲気になってきてますし、まあ、それが来月あたりですね、もしかしたら 0.1 とか 0.2 ぐらい上がる可能性はあります。それをきっかけにですね、住宅市場今でもね、動きは鈍いんですよ。実は都心の一部以外はですね、ちょっと動き鈍いんですけどもですね、住宅市場もですね、そこがですね、こう
動きの鈍さがですね、中古市場、多分ね、私が思うにね、郊外の中古マンション下がってます。下がってます。でも言うてね、この前まで3000万やったのが今2000万とか、そんな下がり方ちゃいますよ。この前まで3000万やったのが2900万とか、そういう下がり方です。2800万とか、そういう下がり方をしてるんちゃうんかなという気がしますね。はい、ということで、このロイターですね、アドレスを貼っておきますので、ご興味ある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。